どうも、皆さん、今回は中国の鬼滅の刃グッズがちょっと面白かったから紹介するよ。鬼滅の刃グッズってほんとたくさん出とるよな。うん、でもバカにできないんだ。鬼滅の刃の塗り絵なんかはシリーズ累計143万部も売れてる。すご、大ヒットやんけ。子供人気がそれだけ強いってことだろうね。他にもビックリマンチョコとのコラボはビックリマンコラボ史上最も売れたりして、鬼滅の刃とのコラボグッズはとんでもなく売れてる。そういえばこないだコンビニ行ったらインスタント焼きそばに赤竿って笑ったわ。猫もシャクシも鬼滅の刃コラボでちょっと笑っちゃうのもあるよね。まあ日本のコラボグッズはみんなご存知だと思うんだ。でも実は海外、中国限定でコラボグッズが出てることもあるんだ。ほう。例えばこちらはねずこのマウスパッド。あらかわいい。きちんと正規ライセンスで作られてるから安心してほしい。アマゾンとかやと明らかにアウトな商品たくさんあるもんな。ネットで拾った画像を印刷しただけみたいな。鬼滅の刃関連の違法グッズは結構逮捕されてるね。こないだもマスクで逮捕されてた。逮捕されへんって思ってやっとるんかな。バカやな。これも同じシリーズで炭治郎マウス。なんやろ、滅って買い取って市松模様やったら鬼滅グッズになるってノリありますよね。100均とかにもあるみたいだね、この手の感じのグッズ。もちろん鬼滅って名前は出してないけど、明らかに鬼滅グッズに見せかけて売ってるようなやつ。炭治郎の市松模様と禰豆子の浅野葉模様は商標登録でけへんかったんやもんな。まああれはさすがに商標登録は無理があるよ。炭治郎関連だとゲーミングヘッドセットも出てる。まあうん、そうやろうなって感じやな。善逸のグッズも出てるんだ。善逸のグッズは炭治郎と禰豆子に比べるとちょっと購入のハードルが高い感じがあるね。何これ？パソコンのケース。おう、だ、確かにこれはハードル高いかもしれへん。あとマザーボード、パソコンのパーツだね。ケースによるけど基本的には外から見えない。くさ、ビリビリしとる。こういう感じで今回台湾の PC メーカーである ASUS さんからいろいろ出てるんだ。ん、炭治郎、禰豆子、善逸ってきましたけど伊之助はおらんの？他のキャラに比べてこういう風に柄とかにしにくいもんな。今回この動画を作ったのは伊之助のグッズを紹介するためだよ。え、伊之助が使うのは獣の呼吸で、他のメインキャラみたいに印象的なエフェクトもあんまりないし、上半身裸だからこういう風にグッズにしにくいのはわかるんだ。はぶられやすいキャラなん嫌な伊之助。もう一人選ぶなら富岡さんか煉獄さんやもんな。だけど今回 ASUS さんは富岡さんも煉獄さんも起用せず、あえて伊之助を起用した。おう、選ばれたのは伊之助でした。こちらをご覧ください。ん、何これ？ルーターだね。家でインターネットをつなぐ機械って言えばわかりやすいかな。形は違うと思うけど、みんなの家にもある人は多いんじゃないかな。というかこれちょっと都合心って書いてるだけやん。よく見て。ん、ここ。ん、あ、牙が生えてます。くさ、無理やり、めっちゃ無理やり牙生やしとる。これ見た瞬間大爆笑しちゃってさ。すごいわ。確かに伊之助の要素ではあるんやけど、ルーターに牙生やすって、あ、地味にアンテナ部分も伊之助の刀のデザインになっとるんか。ちなみにゲーミングルーターなので七色に光ります。伊之助は光りませんよ。なんかこういうとんでもないコラボグッズが出るのはヒットした作品だからこそなんだろうなって思うよ。予想外なものとコラボするもんな。伊之助がゲーミングルーターとコラボって、いくら鬼滅の刃が好きで伊之助が好きな人がいてもこれ買うのかなっての花袖はあるんだけどね。ちなみにこれをいくらなん？日本円で約3万円。あかん、わからん。高いの？安いの？機械は同じでデザインが伊之助じゃないのは発売当初は2万4000円くらいで発売されてたやつだね。あれ、そう考えると意外とお安いのでは？伊之助ファンの方、ぜひ買ってください。ほなまた次回。